今回の動画では、今まで使用していた追走用のライトから、こちらのダクトレイルとスポットライトを取り付ける作業を紹介します。変更する理由は、水流による水面の揺れと、少し高い位置からの強い光によって生み出される、揺らぎを作りたかったからです。以前の動画で、投光機で揺らぎを作る作業を紹介しましたが、その時に使用した投光機が2つあるので、当初はその投光機を使おうかと思ったのですが、投光機を2つ設置したら、電源コードも2本になるので、なるべく水槽周辺をスッキリさせたいという理由で、スポットライトの数を増やしてもコードは1つで済むダクトレイルと、強い光のスポットライトを採用しました。今後、120センチ水槽を立ち上げる計画がありまして、前回のテープライトの間接照明と、今回のライトが良い感じになれば、120センチ水槽でも採用したいと思います。フックを板に固定します。次に、ダクトレイルを取り付けますが、付属のネジでは板をかなり突き抜けるので、ドリルで穴を開け、ボルトとナットで固定します。このスイッチでライトのオン、オフの切り替えができます。スイッチ、オン。揺らぎができてます。アクアリウム用のライトではありませんが、この水槽も計画中の120センチ水槽でも、
水草は育てないので、私はこれで十分です。ただ、ダクトレイルなら、ライトを追加したり、減らしたりが簡単にできるので、アクアリウム用のライトやその他のライトを試すのも良いかもしれませんね。そして、スタイリッシュな見た目も気に入りました。以上、ダクトレイルを取り付け、照明をスポットライトに変更してみた動画でした。それではまた。